いよいよ開演でございます。桶狭間の戦い再演劇第1幕出陣。桶狭間の戦い、信長公論。語りまするは私、マセ霊照と申しまする。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは始めましょう。信長公論第一幕始まり、始まり。桶狭間の戦い第一幕出陣。時は戦国永禄三年、今からざっと450年以上の前のことでございます。晴れてから尾張周公をもくろむ今川義元公の大軍を信長公率いる織田軍わずか10分の1の兵力で打ち破ったとされる桶狭間の戦い。戦国史上最も劇的な大逆転勝利でございます。この戦、神がかり的な強運の持ち主信長公が天を味方につけて治めた奇跡と思われる方も多いのですが、さにあらず、そこには恐るべき戦の天才織田信長公の緻密な戦略があったのであります。これからその勝利の秘密を順に紐解いてまいりましょう。そもそも桶狭間の戦は駿河の大衆今川義元が京の都に旗を立てる上洛の意思を持って尾張の国に侵攻したことから起こったと言われておりますが、実はそうではないという説もございます。長和義元公といえば下国上で成り上がった織田家とは違い、足利将軍家につながる諸大名とびきりの名家の当主でございます。その上地方に優れ、物流により経済力をつけ軍事に生かすという新しい考え方を備えた人であったのです。一方その頃の織田家は信長公の父織田信秀の時代より熱田と対馬の港をはじめ海運業を盛んにし、銭を儲けて力を蓄えておりました。経済に知恵の働く義元公は熱田対馬の都を我が物とするために尾張に侵攻したのではないかと言われております。ともあれ、長和軍尾張侵攻の知らせを受けた織田家では家臣たちが浮き足立ち、右往左往するばかりでございました。いよいよ今川が寸法を立ったようじゃ。鳴海城、大高城、朽掛城が今川の手に落ちた今、鳴海の丹下、善勝寺、中島、大高の丸根、鷲津の砦は絶対に死守ねば。丸根を守る佐久間森重殿、鷲津の飯田定宗殿ならがどこまで持ちこたえられるか。しかも今川はかなりの大軍と聞く。案ずるでない。そこは我が殿信長様じゃ。必ず起死回生の秘策をもって対抗されるはずじゃ。おお、そうじゃそうじゃ。これまでも秘策奇策、予想外の波乱万丈が予想鎧を着て歩いているようなお方、一見ぼーっとして見えるように見えても一見簡単と考えておるんじゃな、あの方は。何が鎧を着ている。なんでもございませぬ。今川が来ておるそうじゃな。はあ、まもなく三河の境に来るものだ。我々もこうしてはおりません。殿の今川撃退の秘策をご指示ください。秘策秘策秘策って何じゃ。そんなものはないぞ。しかし何か手を打たねば。殿
総長、殿、今川が、今川義元が動きました。大高城へ兵糧を入れ込んだとの知らせです。であるか。この時の伝令の報告では、今川義元の軍が三河へ到着、しかもその数45,000。これに対し織田軍はどんなにかき集めてもわずかの2,000。長川軍はすでに大高城に兵糧を入れ、明け方には織田軍の丸根砦と鷲津砦に向けて攻撃が始まるとのこと。途方に暮れる家臣たちでござりました。殿、してこの苦境を乗り越える百点の策は。ああ、ここは籠城しかございません。籠城か。いやいやいや、待て、いずれ兵糧を切る。ここに援軍を送れとおらんじゃろしな。では、どのような手を考えですか。いや、吉本をこのまま、ここを素通りして勝手に上洛はしてはくれぬかの。さあ、殿、こうしている間にも、敵は一刻一刻と我が砦に。策をなれば、今がチャンスでございます。であるか。お、なるぞ。良い手はないか。やめと。良い手はないか。なんじゃないのか。では軍旗はしばし中断いたす。よしろ、入ってゆっくりで休め。わしは寝る。この後に及んで何を飲むか。わしには殿の考えがさっぱりわからん。運の末には知恵の鏡も曇るか。おい、他のことを口にするでない。わしらで策を練ろう。ああ今川義元来たるの知らせを受け、信長公の家臣一同は不安な一夜を迎えようとしております。家臣たちの心配をよそに一向に動こうとしない信長公だが、この時すでに信長公の胸には確固たる作戦と自信が秘められていたのです。信長公はいかにして今川軍に対抗する作戦を考えることができたのか。それは、信長公が少年の頃より中国の兵法書に親しみ、天性の才能に加えて軍略を磨いていたのです。孫子や墓子を学んだ信長公は、家来が騒ぎ立て軍議を重ねるのを平然と見ておったのです。しかし、この時点で自分が存念を述べれば、敵の患者や、はたまた敵に寝返る者の口から漏れるとも限らぬ。戦国の大将として、抜かりのない用心でありました。殿。市長か。今川との決戦ですか。ああ、いよいよ来よった。もう心は決まっているのですね。うん、おお、まあな。私に偽りは無用です。私が敵方の患者にお見えですか。さすがは孫子の娘、お主にはかなわんな。そうですね。でも敵は大軍、打つでも終わりですか。ああ、今川はすでに大高城まで構えた。だがもう少しじゃ、まもなく我が砦へ攻め入るじゃ。そこが正念場じゃ。殿の戦はもう始まっているのですね。時は来た、今がある。今度こそ目に物を見せてやる。家臣にも語らぬ密かな思いを見通してしまう機長に、頼もしさと愛おしさを覚える信長。ここに待ち望んだ知らせが届きます。殿、丸根、動いたか。はっ、丸根、鷲津、両砦を今川軍が攻めております。かかったか、吉本。よし、気を付けした。人間の自分で
次は熱田神宮神を恐れぬ信長公がなぜ熱田を目指したのか、それは熱田大宮寺率いる熱田の武士たちを味方に加える目的と、今一つ深い考えがあるのでござりました。続きは第2幕戦勝祈願熱田神宮にて上演いたします。時間は8時、広告期待。